今週はヨーロッパ選手権の第4組、オランダとポーランドのゲームをご覧いただきます。解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。岡野さん、この第4組はですね、オランダ、ポーランド、東ドイツ、スイス、アイスランド、この5カ国なんですが、やはりオランダ、ポーランド、東ドイツ、この3国の争いと見られていたようですね。そうですね、もう完全にこの3つに絞られてましたね。はい、白いユニフォーム、右のエンドがポーランド、左がオレンジのユニフォームがオランダであります。この試合の前の状況は下馬評と同じように、ポーランドが7試合を消化しまして5勝1分け1敗、そしてオランダが6試合を消化しまして5勝1敗、東ドイツが7試合を消化して5勝1分け1敗という状況でした。ですからこの状況の中ではポーランドはこの試合に勝ちませんと、オランダ、東ドイツが共に1試合ずつ残していますので出場権が獲得できなくなります。それだけにオランダにすれば、いやポーランドにすれば非常に、まあ、力が入ったゲームでしょうね。そうですね、ただそれをね、アウェイで戦わなくてはいかんというのが、ポーランドにとっては誤算でしたね。はい、このゲームは1979年10月17日、今岡野さんおっしゃいましたが、敵地オランダのアムステルダムのオリンピックスタジアムで行われました。5万3000の観衆が入っています。左側にオランダ、そして右に白のユニフォームのポーランドです。それではイレブンをご紹介します。左のエンド、オランダ、ゴールキーパーはシュリベールス、2番がベイン・スティカース、3番がブランツ、4番がホーブン・カンプ、5番がキャプテン・クロル、6番がスティーブンス、7番がヤンセン、8番がレップ、9番がヒスト、10番がウィリー・バンデ・ケルクホフ、11番がタハマタです。一方の右の白のユニフォームのポーランドです。ゴールキーパーはククラ、2番がジュバ、3番はキャプテンシマノフスキ、4番がルディ、5番がヤーナス、6番がナバウカ、7番がラト、8番がリプカ、9番がボニェク、10番がシビス、11番がデルレツキ。以上が両チームのイレブンです。岡野さん、こうして見てまいりますと、オランダの方もですね、皆さんおなじみのメンバーがちょうど6人ぐらい、一方のポーランドの方も5人ぐらいということになりましたね。今オフサイドになりましたが、ポーランドは惜しいチャンスだったですね。はい、両チームともに新陳代謝。ポーランドの方では岡野さん、先ほど皆さんにはご紹介しましたが、9番をつけているですね、22歳のボニェクというプレイヤーが素晴らしいですね。これはもう18組の時から有名でしたね。はい、ポーランドの大使館の関係者のお話ですと、まあ、このチームは大変に若い人が多いので、これから、まあ、将来を嘱望されているチームなんで、まあ、2年後ということだと思うんですが、スペイン大会ですかね、はいはいはい、それを目指しているチームですよね。はい、予選ですね、スペイン大会への予選を、はい、大体このメンバーで戦うんでしょうね。はい、まあ、もちろん 2,3 人入れ替わるでしょうけどね、まあ、大体これが中心だということでしょう。この9番がボニェク、非常にうまいプレイヤーです。足も速いですね、この人は。ボニェクは速いですよ、はい、ボニェクはね、ボールコントロールもいいし判断力もありますしね、はい、非常にポーランドが生んだ次のと言いますかね、もう今もそうですが、はい、もうエースですね。なるほど。6番がスティーブンス、オランダの攻めです。レップ、レップ中央から、ああダメです。オランダも随分チームが変わりました。そうですね、これが4人レップ、この人はまだ変わりませんがね、はい、もう28ぐらいでしょう。とにかくワールドカップの代表でやや深めに引いて攻撃参加するときは本当に素晴らしい選手でしたね。スピードがありますね、はい、決定力がある選手ですからね。まあ、現在のところ、これはオランダのチームの中でのストライカー、まあ一番決定力があるのは、過去のまあ対戦の中での得点を見ましても、キストが比較的点取ってますね。キストっていうのは点取り屋ですね。ああそうですか。ジューバー、ポーランドにとりますとアウェイのゲーム、敵地のゲームでありますが、どうしても先制点を奪って勝ちたいゲームです。そうしますと、その後11月21日に行われる予定の東ドイツオランダ戦の結果によりまして優勝と
まあ、グループの代表ということがあるわけですね、はい、そうですね。それだけにポーランドは力が入ります。逆にオランダ負けちゃうともうポーランドより上行くっていうのは無理ですね。そうなんですね、はいはい、攻め込んだ。あっと悪いところでした。しかしこのアムステルダムのオリンピックスタジアムの芝もなかなか良さそうですね、ここもいいグラウンドですね、はい、気がつかれたかと思いますが、この今すぐ見えるゴール裏のこの観客席はあの自転車のバンクですね。ああなるほど、はい、オランダ自転車の盛んなところですので、ね、はい、そこにあの仮設スタンドを置いて、まあまりいい席じゃないですがね、はい、人が入ってますね。そうですね、ゴール裏が少し空いている程度です。ボールが縦へ通ります。ラト、あー、楽しい。危ないですね、自殺しそうだったですね。タックルして跳ね返ったボールですがね、もう一度見てください。スルーパスがうまく7番のラトに出ましたね、はい、それをタックルしてこぼれたボールをさらにタックルしたつもりだったんですが ね、 そうですね、危なかったですね、はい、コーナーキックになります。シビスが入れます。2番のジュバも上がってきます。長身です。ダイビングヘッドではクリア。5番のヤナス、オフサイドではありません。なかなかいい攻めですね、ポーランド。切れ込んだリプカかな、クロスが入ってシュート、決定的だったですね。これはシビスでしょうかね、誰ですかね、シュートしたのはちょっと上がらなかったですがね、はい、この場面リプカのセンタリングからここです。これは決めなきゃいけませんね。そうですね、多分シビスですね。そうですね、小さいプレイヤーですね。点ここで叩いたら大きいですよね、はい、アウェーのゲームでの先制点ですからね、はい、もう毎週ご紹介してますが、しておりますが、欧州選手権ヨーロッピアンチャンピオンシップ、これは6月11日から22日まで、今回はイタリアで行われることになっておりまして、ローマ、トリノ、ミラノ、ナポリ、この4都市で開催されます。ヨーロッパ各国を7つの、まあ、グループに分けまして、その中から各組の上位1チームだけがこの本大会に駒を進めます。2年がかりで行われている大会です。これは岡野さん、いつもお話を伺いますが、この時点でのヨーロッパの代表チームのナンバーワンを決める大会ですね。そうですね、ヨーロッパ選手権ですね、はい、ナショナルチームの選手権ですね、はい、それの予選です、まあ、ヨーロッパの威信がかかってるわけですね、各国の、もうすでに、まあ、かなりのチームの本大会進出が決まっておりますが、まあ、この中ではイングランドとかスペイン、そしてまあチェコ、西ドイツというのが楽しみですね、5番のヤーナス、右へ振ります。シマノフスキー、キャプテンアントン・シマノフスキー、攻撃参加は非常に鋭いプレイヤーです。28歳、シマノフスキーも本当に頑張ってますね、ベテランですね。そうですね、ボールがこぼれます。このオランダのキーパーのシュリベールスが37、8になりますがね、この人も頑張ってます。大ベテランですね。そうですね、ホイッスルが鳴りました。ポーランドは絶対に勝たなければいけないゲームです。レップです。オランダが左からの攻め、トップにはやはりケースキストが張ってるんですか。そうです、金髪のキストがトップに残ってますね、はい、今左でボール持ったのがインドネシア系統のタハマタですね、はい、あ、そうですね、フェイントをかけて右に持っていきますが、ディフェンダーは落ち着いていますが、際どいとこです。ククラ、31歳のベテランゴールキーパーです。ポーランド、リプカ、ボニエク、リプカからボニエク、この9番がボニエク、早いです ね、はい、絞った、ラト、惜しい、これは決めにはいけませんね、2度目ですね、チャンスがね、ポーランドこういう決定的に近い形、はい、ボニエクがいいところ入ってきたですね、はい、そして同サイドに角度のあるパス、はい、これは決めなくちゃいけませんね、
たちまちオランダの逆襲でした。しかしポーランドは本当に立ち上がりからあまり時間が経っていないんですが、2回の決定的なチャンスを生きています。やはりゲームにはリズムがありますからね、はい、決めるべき時ピシッと決めておきませんとね、後でどんな悔やんでもちょっと無理ですしね、はい、そういう点決めるべき時に決めときますとね、はあ、なんとなしにチームのムードがピシッとしてきますね、はあ、そうすると次のチャンスもピシッと決められると、はい、いい形で連鎖反応が生じるもんですがね、あれだけの決定的な形をこういうトップレベルの選手が外していくということになるとね、ちょっと苦しいですね。左側にオランダです。さっき岡野さんから話がありましたが、この今ボールを持ったちょっと色の黒い選手ですが、インドネシア系だという話ですね。そうですね、タハマタね。タハマタという選手です。非常にあの動きの量の多い人ですね、スピードあります、はい、小柄ですがね、はい、10番のシビス、白いユニフォーム、ポーランドのプレイヤーです。ラト、ラトもなんかあの少しこう太ったような感じを受けるんですけれども、ちょっと重いですね、重いですね、かつてあの西ドイツ大会の前登場した時には本当にカミソリのような鋭い選手でしたね、はい、かったですね、かつては 100m10 秒台でした。あっとクロス、ボールを取りましたククラ、こうしてナショナルチームを見ていましても、まあ、かつてクラマーさんがおっしゃったようにナショナルチームという大きな部屋の中での入り口と出口がはっきりしているような感じがしますね、やはり新陳代謝をスムーズに行っていかないと、はい、トップレベルで残れませんね、チームとしてはね、はい、その辺が やはり岡野さん一番のチーム作りの中で難しいところですね。そうですね、やはりどの試合もナショナルチームっていうと大事にしたいですしね、はい、そうすると若い選手にいつチャンスを与えるかということですね、はいはい、4番のルディのセンタリングですがちょっと深すぎました。これはあの一つのチームの、あの新陳代謝ということでも同じだと思うんですけれども、やはり実績のあるプレイヤーに頼りたいという気持ちもあるでしょうし、なかなか新人が投入しにくいという場面もあるんでしょう。しかし出口と入り口はもう絶えず空いてるわけですからね。そうですね、いい選手が出ればやはりそこから入ってこられますしね、はい、やはりある年齢を取り体力的に衰えてくる、あるいは衰えなくても自分より優れた選手が出てくれば、はい、出口から出ていかなきゃいけませんね、はい、そういう意味では今年のヨーロッパのこの選手権大変に興味が持たれるわけです。オランダの攻め、レップですか、ボール持ってるのがレップですね、ヨニーレップ、クロルに渡してレップとのクロルと、あーっとボールが通りません。ポーランドの守り、8番のリッカ、いいドリブルです。ラト7番が追っていますが取れません。ちょっと追い方一つ見てもね、ちょっと重いですね、勝手のラトとは違いますね、はい、まあ、年齢を感じますね、しょうがないでしょうね。もっと岡野さんピッチが早かったようにも思えますがね、はい、2番のジュバ戻します。アントン・シマノフスキーですが、ナバルカ、ナバウカが向こうで倒れてるんですね。あ、そうですね、ですからちょっと時間が欲しいでしょうね、はい、倒れていた6番のアダム・ナバウカも新鋭のミッドフィールダーで21歳です。攻撃的なプレイヤーでして非常にスピードが豊かで、まあ、中盤をこれから背負って立つ若手プレイヤーです。デルレツキボールを追いますが、こちらタッチです。11番がデルレッキ、右に戻しますキャプテンシマノフスキ、5番のヤーナス右へ払います。この辺りではあまりチェックをしません、オランダ。
Dus risicoloze balletjes. 追い込んでいきます。狙います。バックパス。Ze staan met z'n 10 op het veld. Nu op dit moment niet. Navalka komt weer binnen. Szymanowski です。Dus kan er weer gespeeld worden. Daar is hij.エースのボニェクがいますが、この辺りからオランダがプレッシャーをかけます。ちょっとハーフエアラインを越えられませんね。そうですね、やっぱりあの逆に言いましたね、はい、テクニックありますから崩せないと見るとつなぎますね、はい、さあポーランドの攻め、あミスキックですね、リップカですか、あスリベールス右へ展開します。オランダ、オランダはこのゲームやはり絶対に負けられません。切れ込んでシマロフスキーのマーク、そしてルディも行きました。レップキープ力があります。ビエンスティーカースかゴール前、おーっと危ない、大丈夫でした。Die dit eerste kwartier vrij aardig naar zijn hand heeft kunnen zetten. Is altijd natuurlijk belangrijk dat een zo spelbepalende figuur als Boniek bij de Polen is. In dat eerste kwartier lekker aan de bal kan komen. Leuke dingen kan uitvoeren. Wel, dat, daarover heeft hij tot dusver. Komende goran になりまして、オランダのチーム、もちろんあの、まあ、クライフがいた当時とは、まあ、そうしたあのチームの中での選手に合わせたの、まあ、チーム構成とは違ってくるんだと思いますが、岡野さんはどのようにお感じになりますか、オランダは。そうですね、このゲーム見てますとね、はい、やはりオランダスピードがありますね。ああスピード、はい、スピードありますよ、はい、ですからウィング使ってのやっぱり相当外側からの攻めが見てると多いですね。ああですからよく、まあ、古い話になりますがね、はい、74年の日米のワールドカップの時のオランダっていうのが、まあ、新しいサッカーだといろんな論が出ましたがね、はい、私はあの時も申し上げたんですが、あれはクライフがいるからやる作戦であってね、はい、新しいとか古いとかということではないと、はい、まあ、申し上げたと思うんですがね、はい、こういうところはやっぱりサッカーというものが選手の技術特徴を中心に生かしているということよくわかりますね。あのままでは戦えないわけですね、はい、ああ危ない、今日の場合にはですからもうトップにキスといて左側に玉畑、はい、右側からレップと、はい、完全な3人のウィング攻撃、はい、オランダ中心ですね、はい、それは3人のトッププレイヤーがなかなかいいトッププレイヤーがいるから、はい、そういう形をやりますね、はい、一方のポーランドの方はですね、まあ、かつてラトあるいはガドハといったやはり俊足のウィングがおりまして、中央からディナがいいボールを出した、はい、まあ、そうした戦いの中でワールドカップ第3位になったんですが、若干変わっておりますですか、これはねやはりラトを今割とトップに1人置いてね、はい、やってますけど完全にボニエクのチームという感じがしますね。あ、なるほどね、はい、そうしますとボニエクに対して中盤からミッドフィールドからどういうボールが出てくるかということになりますかね。そうですね、ボニエクが自分で出して、はい、さらにフォローしていくという感じですよね。あ、なるほど、はい、ですからちょっとウィングプレイヤーといってもはっきりした形のウィングプレイヤーラトが中にいますからね、はい、いないですね。そうですね、オランダの攻めです。ポーランドはすでに2つの、まあ、決定的な場面でのシュートを外しています。まあそこら辺やっぱり若さ、まあ、シュートしたのは1本ラトだから若さとも言い難いですが ね、 そうですね、ある意味できた若さですね。なるほどね、まだ両チームともに得点がありません。レッドのシュートでした。オランダポーランドともに得点がありません。前半の28分に入ります。まだやはり形勢と言いますか五分五分ですか、両方ともやっぱりスピードがあるんでね、はい、あシュート、キストですね、そうですケースキスト、ね、逆にオランダにとって決定的でしたよね、正面からですからね、はい、うまくこれ返しますよ。これやはり決めなければいけない、はい、ちょっとね体ひねって出してもうノーマークですよね、はい、そうですね、
ケースキストのシュートでした。左足外しています。先制点の持つ意味がこうした緊迫したゲームですと非常に大きくなります。4番のルディ、キャプテンシマノフスキ、6番のナバウカ、縦へのフィードです。8番のリプカ、でテレツキが来ましたがスローイン、テレツキ、8番のリプカ、センタリングだ、パンチ、キーパーパンチしました、飛びますね、よく飛びますね、あのくらいのパンチならもう安心ですね、周りがね。テレツキ、ここでレフィーのホイッスルです。少しラフになってきましたか、ちょっとね接触プレーの時にね、あの、足の裏で相手の足首プッとこう入る感じの反則多いですね、はい、ルディ、ボニェックがボールを蹴ってルディシュート、左足得意です。ホイッスルが鳴ってもですね、あの掴んでましたね、ナバウカがあの、はい、クロールのこと、はい、右にボールが出ます。ご覧のように30分もちょっと回りました。少しラフになってきました。両チーム白いユニフォームのポーランド、オレンジのシャツオランダ、キャプテンマークをつけているシマノフスキー、今度は右に展開、ヨーロッパ選手権第4組、ポーランドにとりましてはこのオランダ戦が最終試合、8試合目。このグループはオランダ、ポーランド、東ドイツ、スイス、アイスランド、ポーランド、オランダ、東ドイツ、この3強に焦点が絞られています。勝ち点はポーランド、東ドイツがこの時点では同じ11、オランダは10でした。靴が脱げたんではなくて、あれ芝ですね。そうですね、レフリーがちゃんと抑えに行きますよね。そうですね、はい、芝を抑えに行きました。相当芝も深そうですね。これはフリーキックですか。そうですね、オランダにとっては絶好のチャンスですね。そうですね、フランスにもフォーリン、ホーグボールです。ゴール前です。ヘディングシュートはダメ。ブランツノーマークですがね、はい、やっぱりああいうボール、今度はオランダサイドにフリーのシュートが2本ありましたけどね、はい、ちょっと枠に行きませんね。このブランツも確かいい点をワールドカップで取りましたよね、はい、裏から入ってノーマークですよ。あ、そうですね、はい、ヘディングはとにかく地面に落とさなきゃいけませんね、はい。この3番のアニー・ブランツ、長身のストッパーですが非常にヘディングが強いプレイヤーです。さあ今度は逆襲です。ラトか、戻します。テレツキシュート、ダメ。これはちょっと本人も今手を叩いてましたね、ちょっとシュートといっても枠と全く違う方向へ飛んでしまいましたね、はい、やっぱり若いですね。なるほど、テレツキなんか相当力が入ってる感じですね、肩に力が入ってますね、そうですね。キャプテンベテランのシマノフスキーがキーパーのククラに戻します。そして右に展開してヤーナス、この辺ではオランダほとんどチェックをしません。しかしハーフウェイラインにかかるあたりからじりじりと追い込んでいきます。玉足の長いパス、オランダはヘディングは非常に強い。キーパーへのバックパス、リップ感が非常に小さいんですがよく動いてますね。今のシビス、ああそうですね、シビスですね、そうです、はい、ですね、はい、ラトです。キャプテンルート・クロル、この人はやはりリベロ的な機能ですか。そうですね、リベロですね、はい、カーブがかかるいいボールだ、しかし合わせることができません。
ラトがここにいます。あーボールを取られました。もう一回センタリングだ。カーブがかかりますがダメ、クリア。ちょっとポーランドはピンチです。オレンジのユニフォームがずっときます。タハマタボールをキープしてグランダーのスルーパスだがどうだ、ラインを切ってますがゴールキックですか。コーナーで取ったんですね。あーコーナーですね、はい、そうですね、当たって跳ね返ったのは間違いないですね、はい、センタリングはしてます。ただする前にボールがもうゴールライン割ったかどうか、はい、ここが判定の基準ですのでね。直接スタンドで見つめますファン。クリアです。懸命のクリアはポーランド。オランダ2番のベインスティーカース。あー危ない、際どいとこですね、今のもね。10番が逃れましたか。決定的だったし ねちょっとクリアも危なかったですよ、はい、角度が、まあ、これで見てよくわかると思いますが、ノーマークですね。そうですね、はい、で危ない、下手したら自殺点になるようなクリアでした ね、 そうですね。もう一回際どい場面が続きますポーランド。さあラトーがこの局面をどうしますか。うーん難しい位置にボールが行きましたが大丈夫だ。ナバウカからこれがパスミスになりました。キストが戻ってディフェンス、キストがつなぎます。そしてキストがぐっと上がるか、右サイドから上がりました。中を見ています。カーブがかかってゴール前だがどうだ、ヘディングシュート、キーパーセーダー。いやーこれはキーパーのフラム素晴らしいセーブですね、はい、タハマタが芝をむすって悔しがってました。もう一回見てください。キストが倒れたタハマタですね、はい、外からヘディングシュート、あーナイスキーパーです。ククラ黒い髪のタハマタが本当に悔しがってましたが、まあ一点ものですよね、今のも最終的にはノーマークでヘディングしてますからね、はい、しかしよく反応します ね、 キーパー、もう一回コーナーキックです。ポーランドちょっとピンチだ、押し込まれています。キャプテンシバノフスキー、このボールを前線につなげたいですね、押し込まれていますポーランド。もう一回ゴール前です。ヘディングシュート、これは大丈夫だ。なかなかオランダのチームはあのブランツをはじめとして、まあ、クロールもそうなんですけれども非常にあのブランツもいますしヘディングは強いですよね。強いですね、あの全般にもあの性能大きい選手が多いですしね、はい、空中戦は強いですよ、はい、4番のルディちょっと押し込まれていますポーランド。スタンドの情景があまり映らないのでわからないんですが、ポーランドからももちろん、まあ、そんな遠いところではありませんのでファンは来てるでしょう。歌が始まりました。アムステルダムのオリンピックスタジアム、観衆5万3000、10月17日20時キックオフでした。4番のルディ、キャプテンシバノフスキー、スーッとドリブルで上がります。攻撃参加は非常に鋭いものを持っています。チャンスになるかな、縦へのパス、ここ大事にしたいですね。おっとホイッスルが鳴りました。これはファールですね、トライなんですね。ルートクロル、このボール左へ展開します。オレンジのユニフォームのオランダ、ブランツ途中でカットされました。さあポーランドどう攻めますか。ラト、ワニェク、ワニェクのシュート、いいシュートですね。シュートしますね、素晴らしい左足のシュートでした。ワニェク見せる場面ですよね、はい。そして4番がシュートと左足でアウトサイドボールが変化してゴールイン。4番のルディ、岡野さんちょっとこれびっくりしました。ちょっと今日疲れた感じですね、はい、距離もありましたしね、シュートという感じじゃなかったですね、はい、でボールが左にキューンと落ちていきますここでね、はい、シュリベールスも最初はコースに入っていたんですがボールが急激にこう曲がっていきましたね、ボール自体がね左のアウトで切れてましたからね、カーンと落ちましたけどね、それにしてもちょっとねシュリベールス今日疲れたという感じですね。なるほど、はい、前半の38分です。
まあ、ボネックの素晴らしいシュートをまあ弾いたすぐその後ですね、こんなシュート楽にもう本当に楽に取れるはずのシュートですがね、はい、逆にちょっと気を抜いたという感じがしますね、はい、ファインゴールです。押し込まれていましたポーランド、先制点を取りました。まあ、28分から30分32、3分まではもう一方的に押し込まれましたね、そうですね、ゲームは分かりません。ポーランドの4番のルディが攻撃参加して左足のアウトサイドのシュート、オランダのゴールを割りました。1対0です。これは大きい先制ゴールです。しかしね、パス出した選手がみんなよく走ってますね、止まりませんね、もう皆さんよくご存知のようにパスを出して止まっていたんでは、まあ、ゲームがいいリズムにならないわけですね、はい、たとえ自分の通りにパスが返ってこなくてもね、はい、必ずすす一歩でも二歩でもね、はい、ポジションを変えてボラエルやすい位置に入ってますね、はい、そうしますといわゆるあのフィールドプレイヤーの10人の有機的なプレーが生まれてくるわけですね、はい、さあこれからまたポーランド足が速いですね、やはりスピードありますね、はい、ポーランドの選手はね、シマノフスキーも上がりました、はい、そのシマノフスキーへのパスオフサイドではないですね、ないですね、かわした中を見た、折り返してあーシュートミス、いやこれも決めてほしい、ちょっとラトーがねああやって手挙げて周りに謝ってるのを見るとね、はい、ちょっと寂しいですね、そうですね、外からえぐってねゴールの正面ですよ、もうねこれは絶対枠いかなきゃいけない、いけないシュートです。ラトー28歳なんですけれども、まあ74年のワールドカップの得点王ですよね、ちょっとこのゲームは調子が良くないようです、いやいや少し動きも鈍く体のキレも悪いようです、まあ、トップの方でもうこの選手しか残ってませんのでね、はい、まあ、彼にそういうベテランの良さというものを発揮してもらおうと、はい、チームをリードしてもらおうということでトップに残してるんだと思いますがね、はい、ちょっとここまでですと期待外れですね、そうですね、それにしましてもやはりあのアントン・シマノフスキーの攻撃参加というのは鋭いですね、シマノフスキーはなかなかうまいですね、はい、まだまだ元気ですがね、はい、ヤーナス向こう側のタッチです。先制点が28分、ルディが取りました。ポーランド1対0、ファインゴールでした。タハマタセンタリングをします。ヘディングには自信があるオランダ、ラト、レフリーは手を挙げて流しています。オランダ左へ展開、さらにもう一回タハマタ、もう一回タハマタです。マーカーはリプカでしょうか、抜かれました。ジュワカバーに入ってオランダのヘディングシュート、アウト、ククラが取りました。さあこれ逆襲、ものすごい勢いで上がりました。11番のテルレスキ、テルレスキも足早いですね、早いですね、はい、前方にフィードしましたがうまくシビスに渡りません。小柄なトップのプレイヤーです、10番のシビス、動きはしかしなかなか俊敏、ホイッスルですね、あそうですね、ファールを取ったんですね。キーパーのジグムンド・ククラに戻しました。3番アントン・シマノフスキー、前方ルックアップです。右サイドから展開します。5番のヤナス、またキーパーへ口笛が出ますね。そうですね、やっぱりオランダのホームゲームですからね、はい、オランダがああいうプレーをするとブーイングですね、はい、オランダの攻めです。激しい当たり合い、またキーパーへ戻しました。やはりここも口笛が出ます。右側の白いユニフォームのポーランドは1970年以降サッカーの世界では非常な成功を収めました。
最初が72年のミュンヘンオリンピックでした。見事に優勝、74年ワールドカップの予選イングランドを破りまして、本大会でもイタリア、アルゼンチンのグループで勝ちまして第3位でした。ここやはり 7,8 年というものはポーランドは実に見事ですね。素晴らしいプレイヤーが生まれています。このネーションズカップでもぜひ勝って本大会に行きたいところですが、チームの構成自体は非常に若いプレイヤーが中心になりまして、2年後のスペインの予選に備えているという話であります。このゲーム1対0とリードしています。まもなく前半も時間がなくなります。まあ、ここまで見てますとね、はい、やはりちょっと7番のラトの元気なのが目立ちますね。そうですね、はい、ですからね、決定的なチャンスをもう一つ決めておきたい。2対0にしておくとね、はい、ポーランド楽ですよ。アウェーであってもね、そうですよね。その点がちょっとね、はい、決定的チャンスを日本も外した、特に2本目のシュートなんかちょっと寂しかったです ね、この7番のラトね、はい、ゴールの正面の 15m ぐらいのところでしたからね、もうほとんど時間がありません。あ、これホイッスルが鳴りました。しかし後半が楽しみですね。そうですね、解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんでした。どうもありがとうございました。それでは来週の後半をお楽しみに。さよなら。サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は先週に引き続きまして、ヨーロッパ選手権オランダ、ポーランドの対戦の後半戦をお伝えいたします。解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。このオレンジのユニフォームがご存知のオランダです。左側に白のユニフォームのポーランド、得点は1対0とポーランドがリードです。ルディが前半の38分でしたが先制のゴールを決めています。オランダにすれば岡野さん、早い機会に同点ゴールを叩き込みたいところですね。ホームゲームですからね、はい、早く同点にしないといけませんね。そうですね。先週ご紹介しましたが、ポーランドはこのヨーロッパ選手権、これが最後のゲームでありまして8試合目、絶対に勝たなければ出場権を獲得するのは無理であります。一方のオランダの方は引き分けで、その後、まあ、東ドイツに引き分けても代表になれるわけ、4組の代表になれるわけでありますが、そのためにも1点を早い機会に返さないといけません。このゲームは1979年の10月17日オランダアムステルダムのオリンピックスタジアムで行われました。観衆は5万3000、ナイトゲームで行われております。それではまず右のエンド、オランダのイレブンからご紹介します。ゴールキーパーはベテラン37歳のシュリベールス、そして2番がベイン・スティカース、3番のアニー・ブランツに代わりまして12番をつけてリングが入っています。4番がホーブンカンプ、5番がキャプテンのクロル、6番がスティブンス、7番がヤンセン、8番がレップ、9番はキスト、10番が双子の兄弟のウィリー・バンデケルクホフ、11番がインドネシア系のタハマタです。一方のポーランドです。ゴールキーパーがククラ、2番がジュバ、3番キャプテンのシマノフスキ、4番がルディ、5番がヤナス、6番がナバウカ、7番がラト、8番リプカ、9番がボニェク、10番がシビス、11番がヘルレッキ。突破しました。8番のリプカ。今も惜しかったですね。まあ、前半にも岡野さんお話伺いましたが、リプカと絡んでいた7番のラトがちょっと元気ないんですね。そうなんですよね。勝手の名刺だったんですが、ね、はい、さてこれが前半の得点です。このシュート、これが素晴らしかったですね。ボニエク、ね、いいシュートしましたね、はい、ここからスローインになりますね、はい、9番のエースのボニエクの素晴らしいシュートの後、この4番ルディです。この瞬間すごいボールがドロップしてます。はい、アウトサイドに引っかかりましたね。左に切れながら落ちましたね。はい、そのためにキーパーのシュリベールス、ちょっとね、はい、反応が鈍かったですね、
まあ、シュートすると思ってなかったんでしょう、こんなとこからね。なるほどね。しかし随分切れてますね。切れてますね。この瞬間にあの9番の若いボニェクが、まあ、抱きついて喜んでましたが、はい、分かりますね。分かりますね。アウェーゲームでのね、はい、先制点。そうですね。これはいい点だったですね。はい、4番のルディの38分の先制ゴールをご覧いただきました。おっと、オランダの選手が一人倒れています。そうですね、ケルクホフですね、はい、ウィリー・バンデ・ケルクホフ、何か足を痛めたんでしょうか。この欧州選手権というのは2年に1回行われていますが、今年はイタリアで行われます。6月の11日から22日です。4年に1回。あ、そうですね、はい、失礼しました。ちょうどワールドカップの間の年に週間連ですね、行われるわけですね、はい、2年かけて予選が行われます。どうやら大丈夫ですか。そうですね、はい、大丈夫ですね。タハマタ、縦へ出ました。5番のヤナス、キーパーに戻します。ヨーロッパのナンバーワンを決定する大会です。開催国イタリアはこれはシードですね。はい、そうです。無条件で出場で、あと31カ国を7つのグループに分けましてリーグ戦を行い、その中の一番いい成績のチーム1チームが本大会に進みます。シビシエンクロー、合計8チームが本大会に進んで4チームに分かれまして対戦して1位同士が決勝をやるわけですね。はい、そうです。まあこの期間はヨーロッパ中、まあ、大変な騒ぎになるわけで、まあ、前々回でしたか、私がぜひこの期間にいらっしゃって見るのもいいのではないかと申し上げましたら、岡野さんが帰って逆に混んで大変だろうという、ねね、お話をなさいましたので、ね、とにかくこの時期イタリアは大変ですね。はい、あ、警告を受けました ね、 そうですね、ヤナス。もう一度見てください。あー、入ってますか。引っ掛けてはいますがね、はい、ただこのところ連続してね、ポーランドの選手が2人前に反則してますので、その集大成みたいで警告されちゃったんですね。あ、なるほど。今年のとにかくこの6月の中旬の時期は、まあ、ヨーロッパ中が大変な騒ぎになるでしょう。キューラーリングはこれです。11番がタハマタ、小さいんですが非常に俊敏ですね、はい、低いボールです。ゴール前シュート、あ、ダメだ、ホイッスルですね。反則の笛吹かれましたね。なんかキャプテンクロルが言ってたんですね、はい、ゴール前に行ってちょっと相手をブロックしてオブストラクション気味だったですね、はい、この5番がルートクロル、29歳のオランダチームのリベロです。6番のナバウカ、若い21歳のミッドフィールダーですがボールを取られました。まあ、守ろうとする気がちょっとポーランド強いと危ないですね、ちょっとね、簡単にコーナーに逃げすぎますね。2番のジュバ、まあ、ショートコーナーです。戻して、まだセンタリングはできません。ああ、ボールを奪い返しました。全般的にこういうところで分かりますが、オランダの選手の方が長身ですね、はい、ポーランドの選手案外このチームは小柄ですね、はい、そうですね。現在ポーランドのチームは若い選手が主体になりまして、まあ、要所要所にベテランが噛んでるわけですね、はい、2年後を目指している若いチームだと聞いています。さあオランダ左へ、高俣足技も軽快なものを持っています。インドネシア系です。中を見てのキックです。東南アジアの人は非常に筋力もあって器用なプレイヤーが多いですね。東南アジアの選手はボール扱いはうまいですね、はい、
両チームのキャプテンがクロスしています。さてコーナーキック、近いポストを狙います。落ち着いてクリアです。しかしパスにはなりませんでした。向こう側のサイドからポーランド、玉足の長いキックです。これはスティーブンスがキーパーに戻します。ピート・シュリベールス、さして長身ではありません。178センチ、大ベテランです。まだキック力は衰えてませんね。今のは、はい、キストの倒れ方がうまかった感じですかね。ちょっとね、はい、白いユニフォームに5番触ってない感じですよ。ヤナスですね、はいはい、バターンという感じで倒れましたからね、はい、キャプテンのルート・クロールが立っています。さあどうしますか、このセットプレー。これはシュートできますね。距離的にはもう当然やれます、はい、それから位置もやりですね、正面ですからね。左右どっち狙うかですね。クロールが立っています。壁の間に母股が立ってるんですね。後ろに戻してシュートーと右のポスト切れていきました。なかなか狙い面白いですね。そうですね、右側、この画面で右側に一人走ってそっちに突っといて、はい、ボールは後ろにヘイと残してそれをシュートですね、はい、キストのシュートだったんでしょうか。切れました。ご覧のようにポーランドが1点取っています。1対0。10番のケルコホフ、先ほど足を痛めていましたが大丈夫そうです。こちら側に展開します。縦へ通しました。いい狙いです ね、 ねこの辺りもパスが、ね、実に正確ですよ ね、 ですね。ボニエク、ボニエク左足、ちょっとラトーが動きが鈍いん で、 そうです、ね、軸になれないです ね、 ねトップにいながらね、はい、ちょっと足取りも重いような感じさえします。守備にはよく入ってるんですがね、はい、振り向きざまの右のオープンスペースへのパスはうまく通っていません。あ、激しくなりました。オレンジのユニフォームの波状攻撃だ。クリアです。体を張ります。両チーム、ボニエク、ボニエク10番のシビス、小柄なシビス、ドリブル、ボニエクは右に開いた。あー、通し、今通したかったですね、もう一つ早くね。シビスやっぱり身長がないということはリーチがないんですからね、はい、あんまり相手を引きつけちゃダメですね。早めに離さないと引っかかってしまいますね、はい、キャプテンルート・クロール、シュート。さあラトです。ラトです。ヤラスが上がりましたか。右へ振ります。ここには2番のジュバ。ジュバがさらに右へ、いい展開になりました。ヤナス、カーブをかけて遠いポストから、あ、いいボールだったんですが。ボニェクですね。はい。ボニェク中を見ています。低いボール。走り込んでくるプレイヤーに合わせましたが、わずかなタイミングのズレ合いません。誰か一人転倒しています。オランダのカウンターアタックだがオフサイド。デュバですか。そうですね。デュバちょっと倒れてますかね。はい、デュバがちょっと足が痛そうです。ポーランドの攻撃も見事でしたが、オランダのカウンターもこれまた見事でした。ポーランドにとりましてはこのヨーロッパ選手権の最終戦です。4組の中での最終戦、8試合目。この時点では勝ち点11でトップでした。絶対に勝ってオランダ東ドイツの結果を待ちたいところです。右に出ました。いいボールが出ました。センタリングだ。
ファーポストには誰もいません。こちら側タッチを割りそうです。タハマタが追いましたが及びません。2番のディバ、やはりオランダが1点先行されていますので、サポーターもちょっと元気がありませんね。そうですね、ちょっと厳しいあの口笛が出てますよ。そうですね、オランダ側のプレーに対して出てますからね、はい、さあポーランドもう一回攻める。クロル上がってきますね、はい、キャプテンね、キャプテンのクロル左に振ります。ここには俊足のタハマタ、うまいですね、なかなか、ね、さあこれでセンタリングが押しつぶしたような格好になりましたが、ジュバが反則ですか、ね、あペナルテリアのすぐ外側の左ですね、はい、ファールを取られました。上からの小さいので追いかぶさるようになってしまったんですね。そうですね、さあ遠いポストにはあーコーナーです。Maar wat gebeurt? De scheidsrechter legt de bal er buiten. Een strafschop onthouden aan Nederland op dit moment. ちょっとゴール前はオランダの選手大きいから怖いでしょうね。怖いですね。コーナーキックはね、ヘディングでどうしても勝てない部分が多いですよ。はい。キーパーが出てくれるといいですけどね。そうですね。キーパーが出られないときにちょっとポーランドゴール前怖いですね。はい、先週も岡野さんがお話をなさいましたが、見てましてもね、単なる身長だけでもだいぶ違いますね、違いますね、さあ右オープンへいいボールが出ました。スライディングタックル、しかしまだボールはある。あっと地面を蹴りましたね。地面ですか、芝が飛んだですね。なんかシューズのような感じもしましたが、はい、芝が大きく飛びましたね、はい、ご覧のように後半時計の針も進んでいますが、今の場面です。これセンタリングしたらいいボールがいったでしょうね、いいところ入ってますから ね、こういう地面ですね、砂蹴あの芝蹴ってしまいましたね、はい、キスとあたりノーマークでしたね、はい、やっぱりああいう風に外側から早めにね、はい、オーバーラップした裏側に通るスルーパスが通った後っていうのはチャンスですね、はい、しかしこの15分過ぎの時間はオランダなかなかいいですね、はい、なかなかペースが上がってますよ、はい、今のは引っかかったですね、はい、また引っかかりました。いいですね、はい、完全に引っかかっています。ファウル、ポーランド少し押し込まれています。今でもヘディング勝てないですね、キーパーのククラ、リプカ、ジュバ、レプシュバツ、コーツ、タマータ、コーツ、シードル、いいボールですね、いい展開ですね、これはクロールのボールでした。絞り込んでシュート、キーパー弾いた、いやー見事なシュートでした。レップですか、はい、そうですね、左に回したレップがちょっと中に入って右足でのシュートですね、はい、もう一度見てください。非常に振りの短いシュートですよ。ちょっと右ボール動かしておいてそのままもう右足で蹴ってますね。しかしキーパーのクラム実に反応しますね、低いボールには強い選手ですね、はい、見事なセービングを見せました。前半なんかでもタハマータのヘディング、そうでね、実にいい反応しましたからね、はい、左右にはなかなか強い選手ですね、はい、キャプテンのクロウ、はい、キーパーもいろんなタイプがありましてね、前後あの前後要するに独走やなんかに強いキーパー、あるいは高いのに強いキーパー、はい、あるいは低いのに強いキーパー、別の言い方をするとそういうところに弱点のあるキーパーもあるということですねなるほどね、はい、タハマタ、後半に入ってから本当によく動いています。俊敏です。
ファーポストいいウイングプレイヤーですね、なかなかねもう一つあのドリブルのコースの時にちょっと弱気で外に逃げすぎる気が私としてはしますがね。そうですか、はい、しかしボール持ってるしスピードあるしやはりオランダでこれだけのゲームをやる選手ですね、はい、ホイッスルが鳴ったんですね。鳴ったですね、はい、キーパーのジグムント・ククラいいキーパーです。31歳の大ベテラン。まあ、今の日本の若い皆さんなんていうのはなんでオランダにインドネシアの選手があるのかと思うんでしょうね。ですね、まあ、私どものおっと抜けたですね、レップですね、レップ、あーシュルダーチャージかな、ホイッスルでしょうね。あーなりますかね。まあ、私たちの年代ですとね、はい、戦争中あるいは戦争前はね、いわゆる今のインドネシアのところは南領インドシナ、オランダ領インドシナということで、はい、で知ってましたからね、はい、一つもおかしくないですがね。そうですね、植民地、はい、あっとヘディングで抜けたですね、はい、あっとキーパー弾いた、もう一回危ない、ゴールイン、オーバーヘッドキック、ボールがループになりました、入りました、危ないと思ったんですがね、高畑のこれがねうまい具合に外側へ抜けたですね、はい、ここでヘディングでちょっと前を落としてそれをボレーで、この折り返しが良かったですね、レップですね、はい、このところへヘディングでキストが飛び込む、はい、ちょっと後ろになったですがスティーブンスうまくオーバーヘッドでね、はい、頭抜けたですね。これはククラしょうがないですか。あのねキーパーの一番の弱点なんですね。ああそうですか。出てるキーパーの頭越えに後ろに戻りながらのジャンプっていうのはね、ああ、まあ、トレーニングでは私なんかも横山君に随分きつい練習これやらせましたけどね、ああこの後ですがねこれ戻りながらこれはに大変なんですがね、ああただ私がちょっと言えるのは反応してないということですね、はい、これはねやっぱりちょっとこのククラというキーパー左右は強いですがやはりああいう高いボールあんまり強くないですね。なるほどね。しかしこれでオランダ息を吹き返しますね。そうですね、元気になりましたね、はい、右のオープンへボールが出る、危ない、コーナーキックでしょうか。そうですね、あこれはポーランドベンチですね、はい、ちょっと夕食が濃くなりました、はい、渋いですね表情がね。とにかく勝たなければ第4組の、まあ、代表権は取れないんです。勝っても勝ち点が引き分けても12ですから ね、オランダと東ドイツ片方が勝てば13ですね、はい、ありますからね、はい、ちょっとダメですね。そうですね、ホーブンカンプまあ denk ondertussen, het is 1-1 en 1-1 mag. En Polen moet. ポイントが違うんですか？いや、あ、逆です。Polen moet. Nederland mag met deze 1-1. しかしこれでオランダは息を吹き返しました。声も元気なもんですね、急に声が出てきましたね、歌が出てきちゃったんですからね、そうですね、さっきまではもうオランダのプレーに対してすらブーイングが出たというね、そうですね、本当に元気なもんです。ですからやはりナショナルチームっていうのは、はい、勝たないといけませんね。そうですね、本当にそうです。まあしかしオランダもヨーロッパの中では一流国をずっと維持してますね、はい、大したもんですね、はい、さあ左へボールが出ました、勢いづきました、高畑左のオープンへボールを出したが、あーっとライン終わりました、1対1タイスコアです。ゲームの方は残り時間があと15分ぐらいです。1対1のタイスコア、こうなりますとポーランドの方は何とかして今度は勝利を決定づける1点を取りたいところです。前半の終了の時にも岡田さんおっしゃったんですが、やはりどうしても2点が欲しいというのがポーランド。オフサイドです。この間にメンバーの変更がありまして、10番のシビスに代わりまして、小柄な、まあ、フォワードのシビスに代わりまして12番のマズールをポーランドベンチは入れています。今オフサイドの選手はそうですね、はい、やっぱりトップに残して点を取ろうという考え方でしょうね。
7番のラトがちょっと寂しそうですね、今見ましたが、シュートです。キャプテンのルート・クロル、まあ、先ほど岡田さんは、まあ、もうサポーターも厳禁なもので歌が出てきたというお話をなさいましたが、一方ですね、やはり選手の方もこうしたなんていうんですか、上り調子といいましょうかね、やはり観衆の声援が多くなったりすれば、自分の中でのその闘志ももっともっとこう燃やされて、よりいい動きをするようになるもんでしょうね。そうですね、やっぱりチーム全体の精神的な意味でのプレッシャーっていうのがありますからね、はい、こういうふうに同点に追いつく、とにかくゲームホームでやってるんだし、思いがけない先制点を許したけれども追いついたというところでね、はい、やはり気分的にゆとりが出てきます ね、 そ う、 でしょうね。そうするとプレー自体も伸び伸びとしたプレーがやれるようになりますね。ホーブンカンプから右にボールが払われてゴール前、キスカのキストのヘディングから今度は右サイドリンですね、はい、リンコーナーキックでしょうか ね、 ね、 そうですね。このリングっていうのも髪は やはり黒いです ね、 このね、そうですね、ブランチに代わって入っていますリング、ゴール前、ボニエク、さあ今度はボニエク、ポーランド、ね、いいプレーですね、はい、あ素晴らしい、ラトを経由してまたボールがぐーっといった、ボニエク、まだボールをキープ、ラトへ、あシュートができない、しかし素晴らしいドリブルでした。最後フィニッシュがね十分にできませんでした。そうですね、今のようにあの縦の突破はいいんですがね、はい、ちょっとフォローの選手も全部ほとんど同じ線上走ってきてますからね、はい、そうでした、やはりもうちょっと幅がないといけませんね、はい、2番のジュバがボールを入れます。ヤノスからジュバ、中を見ています。5番のヤナス、あ違う、8番のリプカですか、そうですね、はい、ボールが入りました。しかしうまくつながりません。2トップですからね、逆サイドのフォローが増えてきちょっと難しいんですよね、浅くなってしまうわけですね、はい、絞りすぎですね、長いね、なるほど、レップがうまいですね、ゆとりを持ってボール持ってますね、はい、見事です。あーっと、合わなかったですね、ちょっと合いません。わずかのズレです。まあ、あの辺りはコンボ難病ですよね。そうですね、たまたまね、あの前へ出ようか足元へもらうかっていうある程度ため、はい、しまった、あっと抜けたですね、マズールですね、マズール、はい、マズール、キーパーズ出したショルダーチャージ、これはファールでしょう、はい、ファールですね、マズールがひっくり返りまして、ボールをプレーする意図が全くなかったですから ね、 ね、シュリベルスがあと肩が痛かったんでしょう、抑えてましたがこれです、全然ボール見てないです、もうショート手に行きました、はい、もうこれしかないというところですね、まあそこで入れ違うとキーパーいないわけですから ね、 ね、惜しいところでした。ポーランド、文字通りキーパーのピート・シュリベールス体を張って守ったんですが、まあ、あまりフェアではありません。さてマズールとラトとそれからテレスキですね、はい、そしてボニェクがいるんですね、どうしますか。ラトが白い息を吐いています、息が白くなっています。さあ6番のナバウカが壁の前にいます、ハマタが小刻みに動く、シュート、壁に当たりました、左のオープンへボールがいった、あ今はラトが空振りしました。タハマタ落ち着いたボールリフティングから前方にフィード、ポーランドのプレイヤーに当たってタッチです、スローイン、玉足の長いセンタリングですがこれはダメです。ククラ、こちら側タッチ、さあポーランドこの辺がチャンスです。7番のラト、8番のリプカ、前方にフィードしました、あーマズール、なりませんね、反則でしょ今のは、なりました、なってますね、あそうですか、はい、やっぱりあそこら辺ではね、どうしてもあのバックコース塞ぎたいという感覚があるもんですからね、体が先入ってますね。しかしこのタハマタという選手は相当小さいですね、小さいですね、肩ぐらいしかないですからね、はい、壁を作りました、テレツキ、
チップキックでゴール前、ちょっとやはりヘディングは勝てない。笛が鳴ってますね。何か反則があったんでしょう。シュリベールス、まあ、オランダにすればこのゲーム引き分けて後の東ドイツ引き分けでもいいという頭はありましょうね、はい。ゆっくり戻します。ケルコフ、ボールを持って左へ展開。この位置には俊足のタハマタ、そして戻してキストでしょうか。切れ込んで右へ、いいボールが出ました。センタリングだ、ゴール前、ヘディングシュートはーと、すごいレップですね。ものすごいですね。この辺りは体を完全に張ります。もう一回見てください。レップとその外からタハマタも入ってますね。このレップのヘディングすごいですね。角度がちょっとなかったですがね、はい、レップの見事なヘディングでした。ゴール前に本当に疾風のような感じという表現がぴったりしますね。そうですね、ものすごい攻めでした。もう決定的に重要な場面、決定的にいい場面だなというところでは体を張るんですね。すごいものですね。オランダの攻め、引っ掛けましたね。パスは通りません。ワンというリターンができず、その前に引っ掛けられました。この笛は非難の笛でしょう。レフリーがポジションを指し示しました。11番のテレスキがいます。キャプテンのルートクロル、これがクロルです。チップキックで自らも進みます。壁パスですね。リターンをもらおうとしましたが、最後あのクロル自身がヘディングで競った時に相手の肩に肘を乗っけてましたね。あ、そうですか。クロル、しかしクロルというのはやはりなかなかの攻守に効いてますね。それとね、やっぱり自信持ってますからね、見ててプレーが安定してますよ。はい、レン、レン、足技が軽快ですが中央へ通しました。さあこれから左です。この位置にはホーブンカンプ、さらに左へリターンです。ホーブンカンプツツッと誘いながらゴール前チップキック、ミスキックです。もう一回ゴール前、高松が行く、ジュバ、はい、コップ terug、ダメでした。これはポーランドベンチですね。オランダベンチ、あ、はい、そうですか。得点は1対1。これはちょっといい展開になりますよ。そうですね、いい展開ですね。戻します。タハマタがここに入ったんですか、ね、今真ん中に入ってそこから逆に入ったですね。壁パスですが、タハマタ、ヤーナスがマーク、戻してもう一回切れ込む、ラト、前方にフィードしてボールはポーランド。かつてはカウンターが見事でしたかね、このポーランドは。テレツキ、ちょっと冴えないんです、この日のラト。いやー、滑りました、ヤナス。さあ危ない、持ち込んでリングのシュート、キーパーの正面、いいシュートでしたけどね。そうですね、惜しかったですね。リングキャプテンのシマノフスキー、もうもちろん選手は引き分けではもう代表権が取れないということは知ってますでしょうからね。ポーランドの方は分かってますね。両方ともオランダは逆に引き分けてもいいぞという頭がありますからね、どちらかというとオランダがここで余裕を持ってとにかく点を取られなくてもいいという感じ、はいはい、一方のポーランドは何としてもというところですね。10番のウィリー・バンデ・ケルクホフ、右に出ましてキスト、ちょっと誘います。バックを誘って一旦戻して早い展開から左サイドへ、今度はこっちへリンが回って、そうですね、右に行ってますね、はい、これが変わった12番のリン、4番ホーブンカンプ、
戻す。ゆっくり回してますね。回してますね。この避難の口笛はおそらくポーランドでしょうね。そうですね、サポーターも当然来てるでしょう。右前方を指し示しましたが違う。さあこれからタフマタボールをキープ。なかなか足元での相手の懐の中に入ってのプレーが面白いですね、はい、なんとか1点が欲しいポーランド。欧州選手権、ヨーロッパ選手権の第4組、ポーランド最終試合です。オランダはこの後東ドイツ戦を残しています。ワントラップしてシュートはディフェンダーに当たった。タハマタのプッシュですが威力はありません。慎重にポーランドボールをつなぎます。リプカ、かつての代表チームはカウンターアタックが実に見事でしたが、どうでしょう。2番のジュバも上がってるようです。もう時間があまりないですからね。そうですね、上がってきますけどね。ジュバがスーッと入ってボールをキープはルディでしょうか。ゴール前高い球を入れるがダメです、高いボールはちょっと無理ですね。さあ、ね、オランダはリン、いやー、これはファールでしょう。12番のリンが芝を叩いて悔しがりました。この人相当ストライドの岡野さん大きいですね、足が長いですね、その長い足に入りました。さあポーランドのイレブンはもう諦めましたかな。固いオランダの守りです。前半の38分に先制ゴールを生んだんですが、ポーランドその後後続と得点が取れません。今の場面です。これも惜しかったですよ。惜しかったです ね、ちょっと高いんですか。いいヘディングしてますね、はい、ちょっと横に1メーターレップ、ね、はいはい、先ほど左側にギャーンと走り込んできたのと同じでね、はい、レップやっぱりアイトが入ってくると怖い選手です ね、あのキーパーの死角というんでしょうかね、一番難しいところですね、はい。ウィリー・バンデ・ケルクホフ、スローイン。これをやってたんだよポーランド、ダメなんですよね。そうですね、自分のボールにしなきゃいけませんね、もうほとんど時間がない。引き分けますとオランダはるかに有利になります。ポーランドは引き分けですと勝ち点が1追加して12ということになるわけですね。タイムアップです。オランダはこれで非常に有利になりました、ね、有利になりましたね、ポーランドはもう無理ですね。そうですね。